します。やっぱジャパンです。はい、ということで始まりましたやっぱジャパンですけども、今日ねゲストを招いています。何の企画かと言いますと、会でつながる日本のワンでございます。はい、で今日ゲストにお迎えしているのは、はい、今チェンマイに撮影に来てるんですけど、日本人の市川さんという方で、はいはい、ミャンマーをベースにですね、要は日本の食べログ、グルナビですよね、のサービスを提供して、今ミャンマーでアプリダウンロード数ナンバーワンという形で事業をしている方なんですね。実はというと、僕と、まあ、今ね、あえて俊介くんって呼ぶんですけど、はいはい、僕、俊介くんは僕の1個上で、うん、ちなみにお母さんから実は繋がっていて、ね、ちょうどなんか、僕がタイ人の人と付き合ったタイミングと、俊介くんがタイ人の人で、奥さんに今の人と付き合ったタイミングと、ほぼ一緒 で、うん、で、子供が生まれたタイミングも1年ぐらいしか変わらなくって、うん、なんですけど、今まで過去に今日含め多分今日で3回目ぐらいしか会ってないっていうね。そんなもん、多分そんなもん、そんなぐらいのレアなんだけど、すっごい繋がってるというね。でも定期的には連絡してるしね。してますね。なんかお互いが何やったらなんとなく。そうなんですよ。でね、そんな俊介君、実はね、今回僕は訪問したのは事業家として、そしてまた、はい、チェンマイの方に住みながら、うん、なんでチェンマイに住んで海外で事業してるのっていうこととか、こんなことをね、市長さんにも届けていって、はい、会の中でね、本当に、活躍をしながら日本というキーワードでつながってるね、事業家の方をね、紹介したいというふうに思います。ありがとうございます。はい、まずね、初めに聞きたいのは、俊介くん、まあ、まあ、市川さんですけど、僕は俊介くんと呼びますね。いいでしょ、はい、俊介くんが、ね、タイとつながったこのきっかけっていうのをまずお伺いしたいですよね。タイとつながったきっかけはね、もともと子役からずっとね、役者をやってたんですね。はいはい、で、まあ、ずっとミュージシャンとか、まあ、28歳まで芸能界に、まあ、なんかそのつながりの中で、うん、まあ、ちょっと俺、浪人2年の方にしてるんですけど、うんうんうん、なんかこう、なかなかこう、ずっとね、子役から俳優やってたし、まあ、親父もお袋もね、俳優業、女優業とかあった。お母さんもそうだろ。そう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 。で、僕、結婚して辞めたんで、女優業やってなかったんだけど、はい、まあ、そんな中、利用したって言いながらも、なんか別に、もう僕もね、子供の頃からずっと役者もやってたし、はい、将来はなんか俳優として食っていきたいな、うん、まあ、芸能界で食っていきたいなって気持ちがなんとなくあったんで、はい、大学に行くっていう感覚も、なんかね、一応ね、高校の時進学校というか都立の、はいはい、進学率高い高校には行ってたんだけど、うん、あんまりなんかみんなと同じようになんか東大早稲田行くんだみたいな気持ち全くなくて、はい、でそんな中、まあ、浪人中に見たブルルン滞在期、うん、はい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 、なんかちょっと世代の人は知ってるんですよ、ブルルンね、はい、ブルルン滞在期でマサイ族見たんですよ、はい、でマサイ族を見てなんかこうボン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 あの当時それがめちゃくちゃ衝撃で、はい、でやっぱなんか俳優業をなんとなくなんとなくしてたし、まあ、その売れる売れないのタイミングはあるけど、うん、もうやっぱめちゃくちゃイケメンなわけでも背高いわけでもないし、うん、まあ、すごい独特な芝居ができるわけでもないし、はい、まあ、きっともっとかっこいい人ももっとこう色の濃い人も売れる人たちもたくさんいる中で、うん、はい、自分が何で売れるのかな、でも俺は芝居とか、はい、まあ、音楽で食っていくんだみたいに思ってた時に、マサイ族を見た衝撃が大きくて、はい、俺の全くこう自分の180度全く知らない文化を持った人が、はい、この世の中いるんだみたいな。でなんか日本で活躍してる俳優とか芸能人って言うても日本の中の文化、まあ、そうですよね、その自分の価値観の中でも生きてるけど、広い視野を持ってる人って実はいるんじゃない、うんうんうん、だったらなんかそういう一般の日本人の、その当時一般の日本人の人たちが知らない全く自分たちとかけ離れた文化を生まれてから育んできた人たちのことを学べば、うんうん、なんかワンチャン俺の価値観で全てひっくり返せるんじゃないかな。なるほどね、やっぱ日本の中の俳優さんミュージシャンの中でいない感覚を身につけて表現ができるんじゃないかと、ね、それでなんかその浪人魂に気がついて、はいはいはい、勉強したい、はい、なんか勉強意欲が出てきた、はい、これ何に対するかっていうと文化人類学、おお、文化人類学、そう、文化人類学を勉強したい、はい、だからまあ、今の学生たちがどうなのかわからないけど、はい、まあ、俺らの世代ので言うと、はい、そんなに目的を持って大学に入るっていう、まあ、そう、見ないそうですね、なんかレールの上で行くみたいな、そう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 、
こう将来こうなりたいからこの学科に何としても入ってこれしかやんないみたいな人多分そんなにいなかったんだけど、はい、僕は明確に文化人類学の勉強をしたいから文化人類学の勉強ができる学校だけを受けたんですよ、はい、それで入った大学が政経大学っていう、はい、でその当時俺が入門したから入ったんだけど、はい、国際文化学科っていうのができたばっかりで、はい、でそこに入った時にやっぱりそういうのが好きな友達が集まってくるんです、うんうんうん、でそいつの中の一人が佐賀志光太郎の深夜特急を読んでて、はいはい、いっちゃんこれ面白いから読んでよって言って、はい、全く興味なかったんだけど、まあ、読んでよって言われたから、はい、読んでみたらドハマりしてなるほどで、まあ、佐賀志光太郎したいって、はい、で、最初はインド行きたいとか言われたんだけど、はい、今でも忘れない岡田瑠璃子さんっていう元気かな、はい、瑠璃子これね、HIS の受付のおばちゃん、おばちゃん俺未だに名前覚えてる、まあまあ、瑠璃子って名前だね、その瑠璃子、元気瑠璃子、瑠璃子はね、あの俺ね、最初ね、はい、インドが、はい、なんかネパールとかあの辺に行きたいって言ったんだよ、はい、やっぱさっきこだわるやつだったから、はい、でもあんた初めての海外に、うん、タメ口で喋るでしょうね、はいはい、HIS のなるほどね、ジョーキャーが怖いからおばちゃんでくるくるの、はいはい、ルリコね、ルリコルリコもしかしたら見てるかもしれないで、なんかそのおばちゃんに、うん、まあ初めての海外で、うん、でもなんかそういうアジアを感じたいんだったら、うん、タイがおすすめよねとか言って、うん、バカでしょとか言われて、はいはい、不本意だったんだけど、はいはい、違う、ルリコが言うなってなるほどね、タイに初めての海外、はい、で、初めてのバックパッカー、はい、で、タイに行ったんですよ、はい、それがタイとの初めての AI。 なるほどね、じゃあ本当はインドだったのに、ね、ルリコのおかげで今のアジアルリコの本体のなるなるほどね、はい、面白いですね、うん、でもまあきっかけはルリコですけど、うん、でも実際そこで、うん、まあタイの方に来てからどんないろんなこうインスパイアされたこととか経験したこととか、だからね、やっぱなんかほら今のバンコクは、うん、もうその当時、あ、ちなみにその、うん、それでその時って何年ぐらいの、だから俺は二浪して大学1年だから、俺は20歳だから23年前23年前とかちょうど2000年ぐらいですね、2000年ぐらいです、2000年ぐらいです、でその当時からバックパッカーを始めたんで、はいはいはい、20歳だから、はいはい、でやっぱ23年前のバンコクって、まあ、もう今の若い方、まあ、見てらっしゃる方の世代もあると思うんですけど、はいはい、若い世代の方からは想像できないようなタイだったはず、なんかもっとトゥクトゥクの、はい、こうザーッとバランバランバランと熱気と、はい、生きるパワーで、まあ、もうだいぶ先進国になっているんだじゃないですか、だから、まあ、そんな韓国もすごいなと思うし、なんなら今の韓国知らない日本人はまだあのイメージでいる人もいる、うんうんうん、韓国もそうですけど、あの先輩だからね、はい、もう日本なんかよりもよっぽど綺麗でよっぽどクオリティの高いようなお店や施設が立ち並ぶ都市になっちゃってきましたけど、はいはい、当初はやっぱ初めての海外だったのもあって、もうその熱に侵されたというか、はいはいはい、なんかこう生きるパワーというか、はい、生命力というか、もう喧騒の中で、はい、カオさんと泊まったのね、はい、出たんだけどさ、はい、カオさんに泊まってなんか毎日カオカイチヤをね、はい、ご飯に卵焼きかかってるやつにこうチリソースかけてご飯つの、はいはいはい、それ食いながらセブンイレブンで新ハーメン1本買って、はい、夜ご飯みたいなのこう、あの景色とあの空間の中にいること自体がすごく自分の中ではなんかもう異世界だし、なんかすごく刺激的。要はあの映像で見てたマサイ族のびっくり、そう、それが今度は自分がタイの中に入って体験してるっていう、そういうことですね。でその時にやっぱりもちろんいろんな方の出会いがあったり、その時にこう、まあ、若かったからこそできたようなこう友人や経験みたいなものがやっぱりこう、まだね、ほんと怖いもの知らずだったし、ガンガンこう危険なところって言い方すら悪いですし、まあ、そういうところでね、この番組見た方が行っていいよというわけではないんですけど、もちろん、あのなんかそういうこう、まだ若かったからこそできたような体験の中で、すっごいやっぱ体験が上がったんですよね。だからもう、ああもう、で、結局そこから俺バックパッカーで、はい、そのところに憧れたんで、本来、はい、香港で佐藤孝太郎さんが飛ばしたチョンキンマンション、うん、もう泊まって、うん、それこそジョンギンマンションの下で客引きしたりとか、うん、なんか本当にこう溶け込んだバックパッカーの生活を大学時代させてもらって、うん、30カ国ぐらいね、はい、行ったんですけど、
でもやっぱり、まあ、もちろん旅行に行くのはここおすすめみたいなところは他の国にもあるけど、うん、自分が熱を一番帯びたのはやっぱ初めて行ったからかもしれないけど、うん、やっぱタイ以上に行って衝撃がある国だなと分かります。だからちょうど僕の話もちょっと重ねるとね、俊介君が2000年、僕2003年なんですよ、うんうん、初めて。あの時も高層ビルがバンバン建って、立ち上がって、今もう逆に建ち上がって終わってるじゃないですか、うんうんうん、もう中途半端な、まだ建ってる途中みたいな、バンバンって、熱がすごかった、うん。で、インドネシアも行った、ベトナムも行った、結構いろんなところ行きましたけど、僕もやっぱり同じで、うん、あの熱に勝るものはないなっていうのが、思いましたね。うんうん、だからね、なんか未だにこの、ね、それこそ国交の経済成長を経て、うん、今の本当先進国の仲間入りでいい、このタイとかバンコクっていう場所にいても、うん、やっぱりあの時のタイのことを思い出すし、うん、逆に言うと、あのパワーがあったからこそ、この20年でこれだけ成長してたし、はい、うん、やっぱりなんかタイに関わって、結局ここ20数年関わったのが良かったし、うん、で、じゃあそこで出会った、そこでのそういうタイとの出会いがで、まあまあ、もちろんね、バックパックなら日本に帰るわけですよ、うんうん、その中で日本に帰って、いやどうやってこうタイにつながっていこうか、はいはい、そういうところにつながっていくわけですか。そうですね、まあ、これ話はいろいろ飛ぶんですが、はい、話した始めると多分このヤッパジャパンが明日の朝なんですなるほどまあ、帰ってきて、それからバックパッカーも、まあ、休みのたびに金を貯めてバイトすればこう休みのたびに、うん、でもまあその過程の中で僕実はこう芸能界に住んでいたので、うん、芸能の仕事をしたりとかしながら、うん、まあ、定期的に休みになって海外に出てみたいな生活の中でタイにハマりやったり、うん、でそのもちろんその文化人類学も結局それでタイにハマったんで、うん、あ、なるほどね、はい、でもともとねやっぱ自分が追い求めてた教授がタイの一族の研究をしている先生で、リス族の研究ってなかなかいない。うん、野球初めてですそう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 。で、本当に研究者も少なくて、はい、でそれがちょうど今住んでるのチェンマイからリス族に入る。なるほど、リス族に入るんです。そう、だから大学3年4年の頃は、まあ、こうそんなに数は来てないけど、バックパッカーで旅行してるタイミングで先生がいると、はい、チェンマイ来てリス族セレって思ったり、はい、経験ができたりとかして、まあ、ずっとタイにはやっぱりなんとなく行ってました、はい。まあ、ありがたいことも芸能界にすごくいろいろいただいてたので、はい、大学から大学卒業するぐらいまでの間は、あの割とテレビ新劇の仕事いただいたり、うん、あのいい仕事をいただいたりですね、はい、あの東京乾電池っていうところの養成所に入って、はい、下北沢で柄本明さん、はいはい、劇団であの若手で舞台やらせてもらったりして、はい、芸能活動すごく忙しくなったんですけど、一方でやっぱりあのご存知の通り芸能界は甘くないので、あの20やっぱり5前後でだいぶこう仕事が減ってきて、うん、でその時にやっぱ立ち返ってこれからの人生どうしようかな、でもやっぱりまだ諦めたくないなっていう時に、まあ、芸能界だけでは飯食えないしっていう中でバイトを始める時にやっぱりタイに関わるバイトやりたい、はいはい、でタイ料理屋さん、神保町のタイ料理屋さんでアルバイトを始めて、だからね、なんだかんだってずっと長く何かしら薄くタイのやつがあって、ちなみにその神保町のタイのお店というのは、そうですかね、僕がマネージャーをその後やらせてもらったお店は、うん、ワンタイ鍋っていう。ワンタイ鍋。で、であの、系列で有名店で言うと、メナミ。メナミ。今でも現在ですし、うん、もう老舗で30年以上の店なんで、はい、めっちゃ美味しいんで、ぜひ皆さん。あ、いいです。はい、僕もじゃあ帰ったらぜひ。ぜひぜひ。はい、ぜひぜひ。今の奥さんは、うん、あの、結局そのバイトを始めて3年とか28ぐらいで、はい、まあ、とあるあの大きなお仕事をきっかけに、はい、まあ、芸能界を引退する決断をしたんですね、うん、まあ、その時にあの一つその決断したのは大きな仕事をいただいてこれでいいやと思えたのもあるんですけど、うん、一つは今の奥さんとお付き合いをさせていただいたタイミングだったと思うんですよね。でそれが今の奥さんのタイ人の奥さんで、はい、まあ、すぐ隣の部屋にいますけど、うん、はい、そうで彼女はその同じ系列のタイレストランで、はい、もうすでに僕がバイクで入った時に社員で働かれてて、でもちろん日本語もできて、日本語もペラペラで、はい、そう、それでお付き合いさせていただくことになり、うん、まあ、年上の奥さん、結婚も視野に入れなきゃなってなんかお互い話をしている中で、はい、なんか一区切り芸能界を辞める決意ができたというか、うん、まあ、今までいろんなこう辞めるきっかけタイミングがあったんですけど、やっぱなかなか諦めきれなくて、うん、でもなんかこうすごくこうスッキリ
自分がやりきったなって思えるタイミングで辞めて、その後ソフォンレストランに就職しっていう人生になってきたんですけど、ね、そしたらずっとタイガースの形なんですよ。はい、今日の動画いかがでしたでしょうか。やっぱりタイはいいですよね。またね、次の動画をお楽しみください。それでは10巻クリップカンナーナカサバディカーバイバーイ。